セルビアの田舎のカファナ。ボラチュニテカファナ、カフェアナ、カバナは旧ユーゴスラビア諸地域で見られる大衆食堂の故障であり、主として酒やコーヒー、それにメゼが供される。しばしばバンドの名前演奏が披露されるところも多い。男性が集まって酒やコーヒーを楽しむ社交の場というコンセプトはオスマン帝国がバルカン半島に拡張していく中で同国から、 持ち込まれたものであり、その後次第に姿を変えて、現在のユーゴスラビア地域のカファナへと発展した。国や言語によって、呼称は異なっており、それぞれ次のように呼ばれている、これらの元になったのは、トルコ語の単語、コハバインであり、その語源はペルシア語のカバコネである。これは、アラビア語で、コーヒーを意味する、コブと、ペルシア語で、家を意味する、ケインのからなる。 マケドニア共和国ではカフェアナはメアナと混同されている。同国ではセルビアの商業民族音楽を翻訳した流行音楽に伴ってカフェアナの語が浸透しメアナと同様のものとして二つの語が混用されるようになった。セルビアではカファナといえば伝統料理を供する食堂全般を指すものとして使われる。18世紀から19世紀初頭にかけて カファナの運営は家族経営であり、代々受け継がれるものであった。バルカン半島の都市部の発展に伴い、カファナの形態も少しずつ変化していった。近代化以降、市街地のカファナでは料理が提供されるようになり、町のカファナと呼ばれるようになった。こうした町のカファナは町で最も賑わう、中心部の広場やその周辺に店を構え、町の名士たちが集う場所となった。 街の一等地に陣取る、こうした店は、一般的なカファナと比べて、値段も高くなっている。カファナでの音楽演奏のコンセプトは、20世紀初頭に、始まったものであり、客をもてなすための新しいサービスであった。マスメディアに取り上げられることのない多くのバンドは、それぞれ地元に根ざした特色を持ち、その地域の民謡などを演奏している。20世紀。 特に第二次世界大戦後には農村部から都市部への大規模な人口流入が起き、それに応じて都市部のカファナも姿を変えることとなった。ある店ではそれまで通りの高いサービスを維持し、ある店では農村部から流入し工場や建設現場等で働く人々をターゲットとするようになった。この頃から次第にカファナの語は否定的な意味合いを帯び始め、 下流階層を対象とした店のみを指し示すようになった。1980年代に入ると、カファナの語はもはや無別的ですらあり、店の経営者たちはそれに代わって、レストラン、カフェ、ビストロ、コーヒーハウスなどの語を使うようになった。一方で、郊外や村おし辺の小汚いカファナを表す、ビルティやビルツズ、クルチューマといった語も使われた。 ユーゴスラビア連邦全域でカファナの語が薄汚れて時代遅れであるといった意味合いを帯びるようになったのは正確にはいつ頃のことかはわかっていない。しかしこれは概ね1970年代から1980年代にかけてのことであったと言える。この変化には流行文化が一役買っていた。数多くの流行民謡歌手が現れテレビやラジオを通じて 彼らの楽曲はユーゴスラビア全域に届けられた。その中には少なからずカファナをテーマとしたものが含まれ、カファナの子が持つイメージの変化に拍車をかけた。流行民族音楽と対抗的な村楽のイメージは強く結びつき、カファナもその渦の中に飲み込まれてしまった。20世紀後半の商業民族音楽はカファナのイメージを形作る上で重要な役割を果たしており、 ハリス・ジノビッチのアイテベ・サムシット・コウアーノやトマズ・ドラブコビッチのカファナ・ジュモヤ・スドビナ・ネジレ・エミノブスキのケイス・ローミムなどの楽曲が知られる。1960年代以降、ユーゴスラビアの映画では社会の周辺部に置かれた人々を取り上げるようになっていった。サビレタ・カファナはこうした映画に登場する象徴的な存在であった。 アイブンメットハッピージップシーズパッパは出張中。ジベット・ジュレップ、ドゥーユーリメンバードリーベル、スプチジャルのバスピタに、クーデューツといった映画では、いずれも村、お年部屋、郊外の寂れたカファナを舞台とした印象に残るドラマティックな場面が見られる。こうして映画の中でもカファナのステレオタイプが形作られていった。映画などで見られる 四角面におけるカファナのステレオタイプは、おおむね次の通りである。四角いテーブルは、チェック模様のテーブルクロスで覆われ、鈴製の灰皿が置かれている。壁はハメ板であり、ホワイトウォッシュを塗ってから随分年月が経っているように見える。天井は、タバコの煙で、黄ばみ、息が詰まるようである。バーは木製であり、中身の見える、冷蔵庫が置かれている。ウェイトレスは、巨乳で、 小太りのすり減った30代後半の女性であり、年以上に老けて見え、摩耗した大きな黒衣装ゼニ入れのついた制服をまとっている。常連客はしばしばウェイトレスに下品な声かけをするが、彼女は平気で言い返せる。女性のヌード写真の入ったカレンダーが、バー付近にかけられており、カストスバコム、別ジじゃ憎むといった文句が書かれている。 上流酒は5 0ミリリットル入りの太し型の、尊上のグラスで供され、ジュースは2 0 0トル入りの同様のグラスで供される。コーヒーは薄く、小さな王道製の器に入れられ、真鍮製の丸いコーヒー皿に乗せられ、小さな砂糖壺やログと共に出される。バンド演奏が伴う場合、その前面に立つのは露出の際どい女性歌手である。 社会的なステレオタイプとしては、以下のようなものがある。カファナは悲しい恋をした者たちが酒と音楽で、自らを慰める場であり、バクトは運を使い果たし、男は、意地悪な妻から逃れ込み、裏社会で稼ぐ者、汚職政治家、小悪党などが彼らのビジネスに勤しんでいる。カファナは決まって、男性の社交の場であり、真っ当な女性は主に男性に付き添って比較的マシな。 ところに立ち入るだけである。ボスニア・ヘルツェゴビナには最もトルコに近い純粋なカファナが残っていると言われている。そうした店では食べ物は出されず、元来のトルココーヒーと種類の提供のみがなされる。食べ物を出す店はチェバブジニツァ、アシュチニツァ、ブレグジニツァなどである。ボスニア・ヘルツェゴビナは都市部を中心に多くのムスリムが暮らしており、 オスマン帝国時代から大きく変わっていない昔ながらのカファナが見られる。こうした店には地元の老人や観光客が訪れるが、このような店は数を減らしてきている。町の中心部に立つ町のカファナは外装も現代化され、店の名前なども西洋化されている。その他の低価格のカファナの多くは若者をターゲットとし、カファナの子を避ける傾向にある。しかし、 ステレオタイプ的なカファナは一部の高校生や学生、労働者たちにも人気があり、彼らは、たびたび、安く酒が飲める。こうしたカファナを訪れ、バカ騒ぎに興じている。ベオグラード中心街の著名なカファナ。歴史的に19世紀から20世紀初頭にかけて、ベオグラードで開業したカファナの多く、例えば有名な。や、トリリスタドゥバナ。 ボヘミアニズムで知られるスカダルリア地区のトリシェシラ、コドドゥバ、ベラゴルバ、シェシラ、モイ、ズラトニボカル、イマダナなどは今日ではよく整備されて厨房も広く料理も凝っており公的にはレストランと称されるべきものであるが利用客の多くはカファナと呼んでいる食べ物を供するというセルビアのカファナのコンセプトは19世紀に始まったものであり当時は チェバプチチなどの軽食が主流であった。20世紀中頃に有名になったマケドンスカ通りのシュマトバツ、ポドリポム、グルメチュやマニエジュ、その後に開業したマデラ、コトイベ、クルブクニジェブニカなども同様である。一方、昔から高級路線であったルスキツァルやグルチュカクラリザなどのレストランはカファナと呼ばれることはない。一方、 20世紀末からそれ以降にかけて開業した店は、前述の伝統的なカファナとは、様相が異なってくる。セルビアの若者たちにとって、カファナの後は古風で時代遅れのイメージが付きまとうため、新たに開業する店では、カファナの後は避ける傾向にある。ベオグラード中心部でのジェントリフィケーションの進行に、伴い、新しく開業する店のほとんどは、古い伝統主義とは距離を置いている。 例えば、1990年代以降に、ストラヒニ茶花通りに開業した飲食店の名前は、ベプロブザフ、イッパネマ、カンダハル、ドーリアングレイなどとなっているほか、ベオグラードの繁華街の新しいレストランのほとんどは、経営者も利用客もカファナと呼ぶことはない。クロアチア語では、コーヒーはカバと呼ばれることから、同種の店もカバナと称される。クロアチアのカバナは、 中央クロアチアとダルマチア沿岸部では大きく異なっている。マケドニア共和国には5000を超えるカフェアナが営業している。2009年の国立統計局のデータによると989のカフェアナが首都のスコピエに413が、デトボに257が、ビトラに244が、ゴスティバルに206が、クマノボに205が、ストルガに 188がオフリドに、161が、ストルミツァにあるフィルムをベイアグラドスカム、バーミュードスカムトラグルー、MTS モンド、15フェブラリー2007ハット、ダネベニックニュースペーパー。ありがとうございます。